六条有房は、鎌倉時代中期から後期にかけての苦行、家人。大乗大臣、小賀の道照の孫にして、左中将、六条通友の子。所留出身で、父と同様に昇進は難中したが、五座上皇の交宮を得て十一位、内大臣に上った。六条家二代当主。前半生は不明だが、公安五年五月左少将として所見し、 この絵自称などを歴任。大覚寺等の亀山、五大院に近似し、伏見天皇期には、道東復権のためたびたび幕府洋人との交渉を務めた。国春新能立坊の目途が立った、永任六年七月十三位に除されて苦行に列し、昭安元年十二月生三位に進んだ。同三年国春が戦争して、五大院生が始まると、左大弁、蔵東大寺長官を兼ね、 三義に任じられた。権限元,元年十二月自重、翌二年一月十二位、県中納言に除任されるも、ほどなく辞任下元二年五月祖父、小賀の道照の英具を催した。同三年三月県中納言に、官任、十一月因子として鎌倉に下り、再び懲罰官間の交渉に当たった。特次元年12月生に、 同三年に一月県大納言に除任されたが、八月天皇が重徳になると辞任した。その後皇統が寿命院等に移ったために再び不遇を囲った。文法二年、五大院生が再開する直前の一月十一日には、十一位に上されたが、翌元王元年病に倒れ、六月二十八日、初老気球のため上司二人を越して、内大臣に任じられた。 これは、ゴ田ダ法王の御事のりによって、前任一条内教を更迭し、県宣時や人大人設営を行わず、人儀で、口、線を下すという異例の措置であった。二日後の七月一日法王自ら見舞いに訪れた際、アリフサは病床に付したまま拝越し、辞職を願い出て出家した。法名を言うままたは、海上という、悪る二日に皇居、年69 和漢の学祭に優れ、受賞を講じて、自説を他人に授けた一方、二条ためよから二条派の科学を伝授。新五線和歌集以下の直線集に二十四集、連歌集、筑波集には十一区が日集した。一説に京国派の過論を批判した、野森鏡、歌演連書こと書きの作者とする。伏見委員に告示する納筆でも知られた。つれれ草第に、 物知りを鼻にかける医師の鼻っ柱を追ったエピソードが残る。書留出身ゆえか夕食後日には暗かったらしい。ありがとうございます。